こんにちは、スマイルマイルです。岐阜県可児市の音楽教室スマイルミュージックアーツで初心者ギターの方を対象にサポートさせていただいております。ギター担当のホルです。よろしくお願いします。動画ではお久しぶりですね。最近ね、なかなかやっぱり忙しい時期でね、夜中もね、動画を今まで撮ってたんですけど、夜中の動画もね、撮る時間も最近ちょっとなくて、本当にバタバタしている時期なんですけど、なかなかね、そういうことを言っても始まらないので、今日は時間を取ってなんとか回してます。で、今回は、今モチベーションがね、すごく忙しい時期とかって下がってしまうと思うんですよ。で、僕の中で、モチベーションを上げるためにどうしたらいいかなというふうに考えた時に、僕のモチベーション上がるものいくつかあるんですけど、一番ね、モチベーション上がるのはやっぱり子供たちが、パパ好きとかパパありがとうとか言ってくれたらね、やっぱりモチベーション上がるわけなんですよ。で、簡単にね、言ってもらえると思うでしょ。ね、全然言ってもらえないんですよ。で、娘とかなんてね、もう本当にどっちかっていうとパパ好きって言ってなんて言うもんだったら嫌いって言われちゃうからね、本当に寄ってきてくれないし、でもなんかのタイミングで寄ってくるから、どっちかっていうと何、ツンデレみたいなタイプなのかな。ちょっと将来心配してるんですけど、何の心配かよくわかんないけどね。で、そういうのもあって、子供のね、パパ好きという言葉をなんとか欲しいなということで、この間ね、娘と二人で遊んでいる時間がちょうど何時間かあったんで、その時にね、ちょっと録音をね、させてもらっていいって言って、いいよって言ってくれたんで、携帯でこうやって録音しながら二人の会話を撮ってたんですよ。そしたら貴重なんですけど、本当に僕に対してお礼を言ってくれたり、感謝の気持ちを言ってくれたりするわけなんですよ、そういう時にね。だからそれ撮っといてよかったなと思ったんですけど、で、それを、この間久しぶりに聞いた時に、毎回それをね、こう巻き戻してというか、最初から一回聞いてすぐまたスタートっていうか、再生をして聞いてっていうと、面倒になっちゃうし、短いので、数少ない子供がね、パパがパワー好きって言ってくれたような言葉を使って、そうだ、そう、ループで、ループ機材でずっとループの音楽作っちゃえばいいんじゃないってことでね、思いつきまして。で、急遽ね、今日動画を回してました。で、自分で、ボイスパーカッションで、今先ほどね、このカメラ回す前に、撮って、で、ボイスパーカッションと、自分のコーラスみたいな、すごく短い小説のもの、簡単なものをね、レベルは低いんですけど、相変わらず、撮って、で、そこに、娘が言ってくれたセリフを、携帯から出した言葉をね、マイク越しに撮って、子供の言ってくれた、パパ好きというセリフに、僕のビートを乗せてみたみたいな感じのね、曲を今日最後に聴いていただきたいと思います。はい、それでは最後に聴いていただきたいと思います。子供のセリフでモチベーションが上がるループ。ミュージックスタート。ご視聴ありがとうございました。スマイルマイルのチャンネル登録をよろしくお願いします。